皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。静岡県の学校情報、今回は静岡県立熱海高校、こちらを紹介します。熱海高校は普通科の、学校です。定員40名で今年の入試の倍率 0.85 倍でした。コースは3つあります。進学コース、こちらは推薦入試を中心に、進学指導を行っているそうです。大学には行きたいんだけどちょっと学力が不安だ、そういう人に来てもらいたい、このように担当の先生はおっしゃっていました。このため小中学校の勉強の学び直しをして基礎力をつけて大学進学とか専門学校進学とか資格取得、これを目指しているコースです。2つ目は福祉コースです。福祉コースではユニバーサルデザイン対応のバス、トイレ、ベッドなど、こういう専用の設備が整っていて、介護職員初任者研修、これができるそうです。3つ目は一番人気のある有名なコースで観光ビジネスコースです。こちらでは旅行プランの作成やお土産の開発とか、ビジネスマナー、経営について学ぶと、こういうことをしています。この観光ビジネスコースでは実際にホテルを借りて高校生だけでホテルを運営するという、そういう研修があるんですね。これは、新聞とかテレビのニュースなどで取り上げられていて結構有名です。今回は県立熱海高校について紹介しました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。